はい、じゃあ始めていきます。第56回 KF サーティンクライマックス紅白戦スタートします。はい、わーわー、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。本日は生配信も含めてお送りしておきます。ちょっとまあ飯行ってる人もいるんでね、ちょっと人数がよくわかんないですけども、はい、56回ですね。4月の5日、小豆杯予選の後に行われております。ちょっと時間押しちゃってますけども、どんどんやっていきましょう。さあ、ワンピーゆきち来ました。久しぶりの登場ですね。あれ、名前がゆきちさん、ゆきちさんいないけど、なんていう名前だろう。あ、ブレフロの人かっこかり。さあ、声優の方が出てます。ワンピーが、そしてツーピーがことつきさんもかなり久しぶりというか何回かね出てくれてるんですけども、という感じで行っていきます。はい、 EX ことつきさんらしくことつきを打っていくが、逆に今日古峰対空声優さんしっかりしている。まあ、そのまま続いて、炎よりいきなり走り込んで、まあ、これもいおり側が結構ね苦労させられる組み合わせ。画面端は厳しい、投げ外して、さあ中段に行くところに暴れて、そのまま弱青いバナーねじ込んでいく。さあ続いてテリー、さあ本日大会の予選ではだいぶお見かけしたキャラですが、相打ちから飛び道具重ねて EX 版、あれが意外にあれですね、あ、繋がんの、あれ知らなかった。さあいろいろ見せてくれているテリー、わからないことだらけです。ああ、 NC 知らなかった。知ってました、ジャックから EX 版つながるの知らなかったんだけど。 そうですね、ジャック4回ぐらい刻んでたね。まあ、そのまま琴月さん大将バイスですが、ゲージはパンパン、まだわからない。投げてここは打っていく。さあ EX 版が先ほどからいい当たり方。さあこれはゲージ温存、またも突っ込むが手前で止まるが意外に隙が少ない。飛び道具打って、いやーすごい当たり方。うわー、打っていたが、おそらく読んでいたが、ゆきちさんが勝利。はい、行きましょう。アンサガさんはこの前、まあ、10先をねカバオさんとやったんですけど、まだ動画上げてないよね。俺確か上げてない、今日上げ、あれ上げてないよね多分ね。上げたっけ、ダメだ、もう自分で覚えてないんだけどもう紅白戦と10先とでごちゃごちゃしすぎて。さあ、まあそのアンサガさん 2P 側です。まあ、そう思うと両先方もやっぱり悪くないですね。空手とも結構いい勝負をできると思っています。それは、はい。さあ強パンから、まあ、火力不足はありますが、やはり画面端追い詰めてしまえば両も火力は結構出ますからね。はい、ちょっと目を離している隙に極限古法が当たって取っているのはアンサガさんかな。
めくりが鋭い昇竜、飛燕、波動を竜子乱舞。これは苦しい。投げはうまく外して、もっと青く光ったが EX クラックだったか。さあやはりテリー苦しいか。これは重ねて表はガード。さあ空手がゲージもたんまりある。これは当たって、さあかっこいいがあまり減らない。あー削りきれない。ゼロロット残って、さすがに削りきれると思いましたよね。あそこはね、お疲れっす。はい、お疲れ様です。高校さん、いやちょっと今日は時間ないんで僕も早めに。あ、はい、わかりました。まあもう時間もね、もう9時半近いですからね。はい、おっと、さあお得意の対空が漏れてしまい、これはおそらく3ゲージ払うかな。払うでしょうね。かな、払わないか、まあまあ、これ1ゲージ、まあ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 倒しきらないと判断して、とりあえず1ゲージ。こっからの読み合い、まあパナしたくてもあの距離パナしづらいですからね。まあそうですね、今の様子見は非常にうまい。しかしここで大胆にも EX、 昇乱客は新シアバルで、いやもう苦しいですね。これドライブあるけど体力がさすがに苦しい。そうですね、ここから決めてもまだ殺しきれないのが、まあ、乗っけて本当にワンチャン本当にとどめないと、全部一点読みでとどめていかないと相当苦しい。バックステ半月山、いやあこれは流れが来てるか。しかし最速暴れからしっかりヒットバグにして活動。これは使うのか、1ゲージしっかりと締めて、しかし残り2割。ここから EX、 これはおお危ない読み合い。まあもうけど苦しいですからね、とりあえず何かやらないと。さあここからユキチに逆転の手はあるのか。あ、これはワンチャンあるか。ワンチャン見えてきましたね。ちょっとバンバン、この後がどうなるか。うわー、うまかった。 C 読んでたのに、これは禁止が確定する。これは強気、見せる。これはワンチャンどころかもうビフリーぐらいの感じですね。さあ EX オロチナギという最強技があるが、ダッシュに噛み合ってここはアンスタが勝利。お互い走り込んだ感じですね。今のは非常にいい勝負でしたが、ここでなんと出てくるのがフォックス。さあフォックスが出てくる。はい、さあワンピースワルはフォックス。先日の韓国の IGT2014 において4位ですかね、大活躍したフォックス。先ほどからちょっとキャラが以前と変わって両タクマを入れている。さあ両対空手はやや空手が有利と言われている、まあ一般的には有利と言われている組み合わせですが、まあ端に持ってった時の破壊力は両も負けてはいない。対空取って画面足、こうなるとかなり空手は苦しい。詐欺飛びはしないで勝利を食らってしまう。ここで暴れ潰しっぽいジャンプ D が刺さってリュークランプまでしっかり決める。ここで一木さんがお帰りということでお疲れ様です。さあめくりから投げ、これはちょっと使いづらい。ここで覇王昇降拳を使わざるを得ないからの暴れ潰しを食らって、さあまずはアンサーが取っていく。このミスはかなりでかい。まだ少々使い慣れていないのか。タクマ対空手、このキャラは火力が凄まじいものがあるんですが、守りがやや苦しいところがある。このめくりだったりとか
さあここからの読み合い、ダッシュからの攻撃、2発から龍五乱舞決めて倒しきる。これで状況五分、ゲージの方はアンサガがやや有利。タオウはそうですね、死に技に近いんじゃないですかね。ここはジャンプ D からしっかり決めていく、発動して残裂から攻撃、 C 前 B から飛炎疾風、飛炎疾風、ゲージが溜まっていく。これだけでもう9割以上減る。でこの後の読み合い、さあもうキムはドット何か食らってしまえば、ここで飛びが刺さる、前々から EX 空中判決ミスってしまう。いやー投げに行ったところ C 暴れ、このミスはでかすぎる。発動して失敗するよりはマシですが、この体力かぶせてしまえば爪よりかなり有利な状況、しかしゲージがないので追撃できない。投げて暴れから投げに行く、これはしかしダッシュからの残裂は難しい、ミスってしまう。ここを生き残ればアンサーかなりまだ見えてきますが、これジャンプ CD を食らってしまうが、これは砲撃入らない、しっかり判断して出さずに攻め継続。暴れ潰しガードしている、 EX はマイナス2、あ、こすっている。さすがにあの後こすっちゃうと禁止が3フレなんで負けちゃいますね。さこれでややフォックス有利の状況だが、まだまだわからないといったところに中段最速で刺さってミスらなければ倒しきるでしょう。前々でフィニッシュ。じゃあ僕が、はい、もう自由に行きましょう。あ、もう座ってる？どうするの？さあ、コウコ様を早めに出て時間もないということで、どうもどうも。はい、学さんぜひメインでガンガン喋ってください、はい、お仕事忙しい感じですか？お願いします。今日は、まあ、予選の後ということでね。そうですね、人数的にだいぶ減りましたね。まあまあしょうがないというかしょうがないですね、はい、時間、電車の時間とかもあるんで、ね、はい、で 1P フォックス 2P 高校、フォックスの高校サブキャラで出て、まあ、負けたら帰るっていうふうに言ってましたけど、なるほど、まあ時間的なものもあるのでサブキャラベニマル、ベニマルですね、ベニマル、ベニマル佐伯爪より、サブキャラというにはちょっと強い、まあそうね、感じが爪だけはしっかり、相手はホークスなんでね、うん、ダイヤシー長いダイヤシーだ、はい、おっとこれは通常ないか何かか、感動三段。このゲーム今日の大会も結構多かったんですけど、やっぱなんか一回ガード仕込んだりして、あーそうですね、投げに行こうとした時とかに昇竜が漏れたり多いですよね。そうですね、同じような光景を何度か見ましたね。ちょっと残って EX ランサー、さあベニマルだいぶいい勝ち方をして、はいや、奥さんもなんか勝負を急いでる感じがしますね勝ちたい、早く勝ちたい。投げてこれは、あ、まあ走いかないですからね。残り1割といったところ、うわ、わざわざ遅めの無敵のない投げで、中堅戦、まあ、状況はほぼ五分と言っていい状況ですかね。そうですね、
これは佐伯側は結構やりやすそうなイメージはあるんですけど、そうですね、カルテと同じでエンリーがやっぱりジャンプにめちゃめちゃ刺さるので、あ、はい、まあ、ただ被ったと、まあでもやっぱりカルテの方がきついから。なるほど。あーっとこれは死んだか、こっからもう一個締める。あ、これも最後固定100みたいな感じですか。それ100だったはずです ね、長兵の対空の方は固定が60なんで、なるほど、どっちの方がいいのかよくわかんないですけどね。ただ下りで蹴った後に弾が入るかどうかが微妙だったんで、はい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 、まあ、直接長兵で安定したみたいな感じかなと。おっとおっと、なんだ急に勝利が出た、危ねえと声が聞こえた。さあ遅らせ小足が刺さりだ強気だ、ここは取りに行く。これちょっと微妙な状態ですか、ね、1ゲージ吐かないと死なないかな。そうですね、あ、しかし1ゲージぴったり。対象戦、まあ、しかしキムは今ドライブゲージ全部使ってしまったんで、これはなかなか、あーっと電撃昇竜ガンガン攻められているのは寄りの方だが、コパン当たって DX アウト目、2人2ゲージ溜まったのを吐き出して、さあ上のゲージだけで殺せるのか。あ、暴れている、エンディ刺さって壊しは繋がらない、入って EX 3月ゲージ温存ですかね今のは。そうですかね、おそらく。さあうまい、端から出さない、あーっと刺さって、これで起き止めは、あー練りちゃぎ練りちゃぎ、あそこで、あーっと、あーこれは展開が早い、あよくわかんない試合だった、すごかった今の。ペシッと小足が当たって、さあフォックスが勝利、はい、続いて勝ったのは主催のあずき猫さんですね。はい、ココさんお疲れ様です、はい、ということで、ココさんお疲れ様です。はい、あずきさん、はい、コミュニティ参加もありがとうございます、現在大会後の紅白戦やっております。で、ジョー入った、あ、ジョーだな、ジョー、お、これは、なるほど、名前がアズゴロってなってますからね。アズゴロ、アズゴロ、なるほど、どうしたことかと思いました。これ色まで色が、なんかあれですね、ホア以外はそうですね、シェーンも白だったりする。これ、これこれはどうなんだろう。どうなんすかね、ジャンプリーの早出しがきつそうな感じが、あーあー10秒で体力半分、あーまた画面端に自ら戻っていく、だー投げられて、やばい、アズゴロが、アズゴロが、アズゴロ、アズゴロ、アズゴロ、またタイガーキック3回、あー厳しい逆キリングマシーンになってしまいましたね。だあ、フォアはあずきさんちょっと前まで使ってたんで、あ、そうですね、確かに、いけるはず。さあ吹っ飛ばし、下段無敵がある、両坂の重厚な攻めが、あー、しっかり見ていた。さあ、アズゴロピンチ。ここはまあできれば酒を飲みたいんじゃないかなってとこなんですけど、さあこの前はさすがに飲めない、ここから飲まない、吹っ飛ばされる、おお、発動選択、これはまだコンボ、あー当たんないや、だー、あー、やり直した、やり直す、久しぶりすぎてコンボができない。なんかスポットで男性してるとたまにジョー使うのは見るんですけど、フォア使ってるのあんま見ない。なるほど。さあここでドライブを吐いてパーゲージがたんまりなので、やはり酒を飲む。
お、これは、あー難しい今のは。だー早いな。さあまだ酒は、あっと、あ、ドライブゲージがない。突き攻めは酒が切れて、投げはかわされて苦しい。アズゴロ、さあ、あずきねんこのシェイムーブはマジで見たことないですね。ドライブゲージもない。あ、早い早い。おっと、おドライブ投げたー。これ終わったな、さすがに。はい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 、これ減るよな。バババババババ、それすらもう思いついていけんか。 おっと、優しいが、これは関係ない。さすがに苦しい。アズゴロフォックス3人抜きですかね。はい、続いては末さんがいきますね。この試合が終わったら1回次枠ですね。逆キリングマシーン、タイガーキック3回やってただけじゃないですかさあフォックスさんはチームは変わらずか。リョウ、タクマ、キムかな。先ほどはリョウ、タクマ、シェン。さあシェンに変わってスエさんはいつもの3キャラ、白い。待機量っていうのがよくわからないんですよね。そうですね、なんか当て身がちょっと厄介な感じがするんですけど、両側の球打ちたいところで貢献に球ごと吹っ飛ばされる。ああ、それもありますね、確かに。それより遠くだと今度は飛びがいい位置だから打ちづらいみたいな、はい、で被るときついみたいな。あー、噛むときついですね、これね。送らせ、ダイヤシ、ダイヤシ当たって画面端、エンディエンディ、このエンディも刻んで調子に乗ってるとなんかエンディ相手のエンディになったりするんで。あ、しかし EX リューコランブが決まり、このままフィニッシュ。スエさんはキングはもうほとんど使ってないですね、おそらく。さあ、両坂大輝、はい、意外に珍しいこの同キャラ。疾風が入る、投げて冒険重ねてガーキャン先生、これで、あーっとガーキャン先生うまかったが反撃を見せてしまった。すごい動きが速い。割れる、うまい。あの構えキャンセルがなかなか反応できないんですよね。そうですね、本来フリーフレーム背負って近づいてきてくれるはず。そうなんですよねさっきそこそこのフリーフレームだった気がするんだけど、まあ、展開が早いですからね。そうですね。さあフォックスの思い切りのいい行動がいい方向に、はい、さあ末さんが大将気分。タクマが小足から入る、あーっと結局投げた。あー、これはこれだけでもう9割ちょいのコンボなの で投げて、はいはい、疾風疾風疾風流行な。あー強いこれ減るんだよな。さあフォックス4人抜き、はい、お疲れ様です。続いて 1P フォックスに対するはパズドラの人かっこかり、今マイクを握ってもらってましたガクさんですね。
はい、皆さんお疲れ様です。本日は生放送も込みで行っております。まあ、先方は両対再起、先ほどもあった組み合わせですが、はい、ちょっとこの画面端がね、本当お互い強力なので、お互いそして詰められると厳しいという、いかに最初に持っていくか。さあ足払いが長い、投げてしゃがみしで暴れて、飛ばして落とす。さあエンディ、エンディ、さあエンディが強い。さあ手見で確定している、あれがやはりめんどくさい。あの位置で確定するとはやはり思っていなかったが、さあ学さん本日予選一人でだいぶ健闘してましたが、惜しくも通過はなりませんでしたが、だいぶ動きが切れている。おっとこれはつながらない、やり直しもできない、これは痛いぞ。逆にチャンスは学さんの方、しかしコンボを見せてしまう。さあ今日オープンマイビー、さあコメントで僕も初期さんと一緒に絶頂したいですっていうのがあるんですけど、俺はもう昨日食あたりでですね食あたりを起こしまして、熱も出まして、もう一人勝手に絶頂してました。というわけで試合の方が EX テレポートかわして EX 投げ、飛び込みからしっかりコンボがいけない。 B でめくって画面端、さあゲージのないタクマなので返しが非常に乏しいので、これは苦しいぞ。対する当てのは3ゲージ。うまい。さあ溜まったゲージを吐き出して、トドメジャーから強制ダウンで近づいて、さあまたも0ゲージ。これは画面端しのがなければいけない。さあガクラも怪しくなってくる。これはパナシをしっかりガードしてハンドラ吐く。さあここから対象キム。さあフォックさんキム使うときも結構ありますね。さあ EX テレポートやはり拒否技には最適。おっと投げてサイコボール、もう一回ドライブ入って強サイコソード、ゲージを回収。弱弱強パン前 BX なんだっけ、もう追いつかない。うまい。さあ一気に攻め立てて EX 編、ここは打っていく。EX3 ゲースガードして、さあ難しいところ、いやー走ったところにエンディ牽制技、なかなか強い技。ガクさんがパズドラの人、ここでフォックスの連勝を止めていく。ヒロキチさんでいいんですよね。はい OK です。はい 1P がヒロキチゴーさんです。まあ今日の大会にも参加してくれてるプレイヤーですね。さあキャラクターが、あそうだ、印象残ってますね。このチーム、このチームすごいなっていう言った覚えがあります。炎よりチンキム。さあ 2P ガクさんですが、かなり動きが安定している。投げて、さあ流れるような攻め、しっかり対処しつついいペースを保っている。さあこの湯よりなかなか入っていきづらいので、ここは強気にパナしていく。さあ下がって球、この位置はめんどくさいですね非常に。賃貸再起はやはりちょっと球が打ちづらいか、エンディもちょっとワンチャンの当て身とかも怖いですね。さあ腫れ物に触るような感じで立ち回っていく。うまい、ジャックから発動。
なるほど。さあそして最後は強蹴りから飛び道具張飛、お見事ですね。最後は固定ダメ60。さあしゃがんでしまうジャンプ D しゃがび、さあ一気に追い詰められた広吉さん側はちょっと苦しい状況ですね。ここからゲージと相談しつつ逆転に向かう感じですが、さあ守りも固い再起なのでちょっと苦しくはありますね。やはりしかし画面端、さあ前転もうまくとがめて落として中段、ここは発動にはいかなかった。相打ちになって、さあしかしキム側ゲージは温存できている。さあ佐伯側もゲージは溜まっているが、ここはなんとかキム取っておきたい。うわーなんだなんだ、当たらないが、さあ GG 射線回、玉が潰れる。出がかりね、あそこ発生保証がないんですよね、あそこの部分ね。さあ続いてアテナ、先ほど大活躍しましたが、さあここは耐える、あっとこれはやはり発動でしょう。あー強半月は出ない、うまく落としてやり直す。さあ結果結果的にはこれで殺しきって大将戦ですね。さあひろきさんなんとかつないだ感じですが、ゲージはほぼすっからかん、危ない。いやーよく見てたな、あの位置ですからね、ちょっと警戒が薄れる場面しっかり見ていた。さあリンゴさんが出てもう残りが結構少なくなってきましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、8人。この枠、次枠の途中で終わりそうな流れですね、このままいくと。さあリンゴさんはもうすでに小豆杯の方は K さんとチームを組んで通過していますね。さあリンゴさんの量は非常に、リンゴさんも立ち回り重視のいい動きをするので、さあこれは学さんといえどなかなか苦労するでしょう。さあ静かな立ち上がりですね。やはりさあ飛び道具を消して飛び越えて、さああの強攻拳がなかなか判定強いですね。結構ジャンプに引っかかるのよく見ます。あと飛び道具の判定が1段階強いんだよね、かき消すんだよね通常の飛び道具を。まあ、飛び道具乗っけて、さあよくガードした。ああこれですわ。さあ量に加えて眉がそうですね、最近リンゴさんお気に入りっぽいですね。さあしゃがみしっかり見ている、相打ち OK な状況ですね。ここはガードしている、よくガードしたな。避けてつながっている、あーどうなんだこれ、な使わざるを得ない状況はちょっと微妙な感じですが、早い展開で投げる。
さあアテナ対マイですが、どうなんだろう、あんま見ない組み合わせですね。しっかり2ヒット、量もすごいですね。覇王昇降機あんま使う機会ないよな。ああしっかりしていたがコンボがちょっと最後決まらない。しかしそこそこのダメージを奪って飛び道具跳ね返して、ああ引っかかってしまう、ケツは当たらない。さあ前側やはりちょっと回収に乏しい。立ち回り自体は結構強いキャラだが、避けてジャンプ飛ばしからサイコボール重ならず、ジャンプ飛ばしそのまま当てる。さあリンゴさん大将のバイス投げてジャンプ、ジャンプで先飛び、さあ流れるように投げていく。おっと変な相打ちになって、おー投げる、強気に打って、さああとは手長を疲れさせるだけど、とりあえずやりたいことをやる。さあ立ち火で暴れてなんとか切り返して、大将戦ですねこちらも。バイス対今日はどうなんだろうな。強側乗っかっていきたいけど、やっぱちょっとね飛びの相性があんま良くなさそうだけど、どうだろう。まあ、しかし詰めている。さあどちらも一発ももらえないこの緊迫感。危ない、やはりお互い行きづらいので、あっこれはしかしまだ決まらないか。逃げ時吐くでしょうけど、まだギリギリ残りそうだ。残って、おおそんなのある、まだわからないぞ。あーそのまま後転にジャンプし、かくったかな、怪しいところですが、リンゴさんが勝利。